ヤズデギルド一世は、サーサーアン・アサの君主である。シャープール三世の息子であり、兄弟のバハラーム四世が暗殺された後に後継者となった。ヤズデギルド一世は三人の先任者たちが暗殺されるか範位されていた混乱した帝国を引き継いだ。しかし、これらの先任者たちよりは有能であったため、サーサーアン・アサの歴史においては再生の時代であったとみなされている。 東ローマ帝国に対しては一貫して平和的な政策を維持し、東ローマ皇帝のアルカディウスからは、息子のテオドシウスに世いの貢献を委ねられていた。また、410年に東方教会を公認し、キリスト教徒やユダヤ教徒と友好的な関係を築いたことで知られている。このような宗教的に寛容な政策によって、キリスト教徒やユダヤ教徒からは、 新たなキュロス大王と呼ばれた。しかしながら、ヤズデ・ギルド一世の平和的な政策は、国内の貴族やゾロアスター教の聖職者たちからは、嫌われ、ペルシアやアラブの資料においては、罪人のあだ名で呼ばれている。そしてこれらの勢力の影響力を抑え込もうとした、ために貴族と聖職者との関係が悪化し、最終的に、北東部の辺境地域で貴族の手によって暗殺された。その後、 貴族たちは、ヤズデギルド一世の息子たちによる、恩意継承を阻止しようと試み、アルメニアから、首都のクテシフォンに急遽帰還した長男のシャープール四世を、即位後すぐに殺害してバハラーム四世の息子の、ホスローを擁立した。しかし、ヤズデギルド一世のもう一人の息子であるバハラームが、アラブ人の軍隊を引き連れて、貴族たちに自分を落として、認めるように圧力をかけ、 ホスローを排して、バハラーム5世として即位した。ヤズデギルドの名は、古代イーラン語のヤザド・ヤザタマイナスとカルタの組み合わせであり、ペルシア語のバッチカートと、ギリシア語のテイクティストースと同様に、神が創造したを意味している。ヤズデギルドの表記は、他の言語では次のように知られている。パフラビー語ヤスデッカート、シンペルシア語スジャード、シリア語、ヤスデジャード、イスデジャード、 ヤスデイガー、アルメニア語、ヤスデカート、タルムードイスデイガー、アズジャー、アラビア語ヤスデイヤード、ギリシア語アスティジャーです。バハラーム4世のドラクマ銀貨ヤズデギルド1世は、シャープール3世の息子として生まれた。そして399年に、兄弟のバハラーム4世が暗殺されると、ヤズデギルド1世が後継者となった。ヤズデギルド1世は、バハラーム4世。 シャープール3世、そしてアルダシール2世の3人の先任者たちが全員貴族に殺害されるという混乱の時代を経ていた帝国を引き継いだ。行位の貴族の大部分はイラン高原を中心とした強力なパルテア貴族の家系に属していた。これらの貴族はサーサーアン・アサの封建的軍隊の根幹を担っていたが、ほとんど自律的な存在であった。 サーサーアン・アサの王は、ウズルガンをほとんど制御することができず、その力を制限しようとする試みは、三人の前任者たちの運命が示しているように大抵において大きな犠牲を伴った。これらのパルティアの流れを組む貴族たちは、個人的な利益と忠義、そしてペルシアの大君主と共有していた、アーリア人としての同族意識のためにサーサーアン・アサの王に仕えた。 ヤズデギルド一世の治世の後半には有力なパルティア系の貴族であるスーレーン家が強い影響力を持つ王の協力者となり帝国の国政において重要な役割を担ったスーレーン家の県政はヤズデギルド一世の孫であるヤズデギルド二世の治世の終わりまで繁栄したアルカディウスのソリデス金家ヤズデギルド一世の治世中西方に位置する東西のローマ帝国は混乱の中に あった。東オート族がバルカン半島を襲撃し、フランク族が反乱を起こしていた。そして帝国内は内戦に見舞われ、東方の属州では暴動が起きていた。ヤズゲギルド一世は、このような状況下で弱体化していた隣国の東、ローマ帝国に付け入ることはせず、粉族に対するペルシア人の勝利後に救助されたキリスト教徒の捕虜をローマの領内へ返した。 東ローマ皇帝アルカディウスは、ヤズデギルド一世が、このような寛大な処置を見せたことで、幼い息子のテオドシウスの継承を確保するために、ヤズデギルド一世に貢献を求めた。この説明は6世紀の東ローマ帝国の歴史家であるプロコピオスが言及しているのみであり、プロコピオスとは、同時代の歴史家のアガティアスは、疑問を呈し、プロコピオスは、 ローマ人の平民や貴族が同じように口々にしていたと報告しているが、当時の資料にそのような記録は存在しなかったと記している。一方で、プロコピオスによれば、ヤズゲキルド一世は東ローマ帝国の元老院に書簡を送り、テオドシウスの保護者として行動することを受け入れ、テオドシウスを危険にさらそうとする者には誰に対しても戦争を起こすと脅した。そして、 アルカディウスの要請に忠実に応えたヤズデギルドは、ローマ人に対する徹底した平和的な政策を、途切れることなく継続して採用し、テオドシウスのために帝国を守ったと記している。ヤズデギルド一世は、テオドシウスの教育のために、最も優れ、高度な教育を受けた助言者であり、指導者であるアンティオコスを派遣した。シャープール二世の金貨ヤズデギルド一世は、 他のすべてのサーサーアンアサの支配者たちと同様に、ゾロアスター教を信奉していた。先任者の一人で強力なサーサーアンアサの王であった、シャープール二世は、かつて340年から379年にかけての大迫害の中で、ペルシアのキリスト教徒を残忍に迫害したと考えられていた。その後、ヤズデニルド一世、バハラーム五世、ベーローズ一世、 ホスロー1世、そしてホスロー2世も、東方教会を迫害したと言われているものの、教会組織は急速な拡大を見せた。聖人間の情報によれば、このような迫害は、ゾロアスター教の宗教上の権力者たちが、キリスト教徒に対して強い敵意を抱いていたことが、原因であった。しかしながら、キリスト教徒に対する迫害は、実際には、 宮廷かからら要求さされれたた、た。義務を満足させることができなかった宗教指導者に限られていたシャープール2世は反抗的であることを理由に聖職者の主だった指導者たちを処罰したが、シャープール2世やその宮廷はキリスト教徒全体を迫害していたわけではなく、大迫害は事実に基づいたものではなかった。現代の歴史家であるエバーハルト・ザウアーによれば、 サーサーアン・アサの王たちは、そうすることで緊急的な政治的利益を得る必要があった場合にのみ、他の宗教を迫害した。シャープール二世がキリスト教徒を殺害した理由は、指導的立場にあった聖職者たちが、帝国の運営に対する十分な関与を拒否したためである。このようなキリスト教徒の政治的関与は、聖職者の指導者層が宮廷と協力することに同意した。 ヤズデギルド一世の時代にようやく確立された。ヤズデギルド一世とその息子である将来のバハラーム五世を描いた16世紀のシャーナーメの差し絵ヤズデギルド一世の知性はペルシアのキリスト教徒にとっては天気となる時代であった。東ローマ帝国の主教であるマルタの助言を得てヤズデギルド一世は410年に東方教会を公認した。これをきっかけとして ペルシア教会が確立され、424年には、ローマ帝国内の教会からの独立を宣言した。このヤズデギルド一世の布告は、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世によって313年に交付されたミラノ直礼のサーサーアン長腕と呼ばれている。ほどなくして、ペルシアの官僚組織による監督下で、教会や殉教者の性病、さらには修道院が設立された。 これらの施設は、サーサーアン・アサの取得手資本の宮廷の近くに存在し、ヤズデ・ギルド一世の承認を得ていた。また、ゾロアスター教徒が土地を汚すと考えていた、キリスト教徒による死者の埋葬を許可したのもヤズデ・ギルド一世の寛容さを示す行為の一つであった。官僚の中にも、キリスト教徒のエリート層が増加し、その傾向は651年の帝国の崩壊まで続いた。 シメオンバルサバイをはじめとする聖職者たちは、シャープール二世による帝国の官僚機構への参加要請に対し鉄強く抵抗していたが、5世紀の間に主教たちはペルシアにおける仲介者として活動するようになった。ヤズデギルド一世は、指導的立場にある聖職者たちを活用し、クテシフォンのカトリコス総主教を自分と、ペルシア南部のファールスの総督を務めていた兄弟の、 間の仲裁者として派遣した。また、別の総主教は、テオドシウス2世へのヤズデギルド1世の大使を務めた。ヤズデギルド1世は、キリスト教について、あまり知識を持っていなかったと思われ、帝国の政治的、経済的能力を高めることにより、目的と関心があったと見られている。キリスト教徒に対する寛容な扱いのために、ヤズデギルド1世は、 キリスト教徒の年代期において、高貴な魂と表現され、第二のキュロス大王と呼ばれた。キリスト教徒に対して寛容な態度を示していた、ヤズデキルド一世は、その知性の終わりに、キリスト教徒の無謀な行動によってその政策に、対する試練を受けることになった。フージスターンのホルモズドアルラシールの主教であるスーサの、アブダスとその司祭、そして、 一般信徒の一団が419年か420年頃に、ゾロアスター教の日の神殿を後形もなく破壊し、サーサーアン・アサの宮廷は、行為の責任を追求するために、これらのものを召喚した。ヤズデ・ギルド一世は、アブダスを問いただし、その方はこの者たちの長であり、指導者でありながら、なぜ我々の王国をないがしろにし、我々の命令に背き、 自らの意志に従って行動することを許すのか。なぜその方は我々が敬うために遥かな祖先から受け継いできた礼拝書や火の神殿の基礎を破壊するのか。と尋ねた。アブダスは答えることをためらったが、側近の司祭が答えた。神殿や火は神の家でもなければ神の娘でもないので神殿の基礎を破壊し火を消しました。このような火の神殿の破壊は キリスト教の勝利を宣伝するための手段であったと伝えられている。アブダスは火の神殿の再建を拒否し、アブダスとその側近は処刑された。また、別の場所では、死祭が聖なる火を消して、そこで礼拝を行っていた。ゾロアスター教の聖職者からの圧力に屈せざるを得なかった、ヤズレギルド一世は、キリスト教徒に対する政策を変更して、迫害を命じた。 そしておそらくは、政策の変更との関連で、スーレーン家のミフルナルセを大宰相に任命した。この短期間の迫害においても、キリスト教徒の文献では、ヤズデニルド一世の評価が損なわれることはなく、中には、その行動を正当化するものもあった。おそらく、ショーシャンドフトの墓であると考えられている。 エステルとモルデカイの墓ペルシアのユダヤ人は、ヤズデギルド一世から非常に寛大かつ敬意を持って扱われたため、ユダヤ教の神徒集団の長は、ヤズデギルド一世をバビロンで保守民となっていたユダヤ人を解放したキュロス大王になぞらえ、キリスト教徒と同様に新たなキュロス大王と呼んだ。ヤズデギルド一世はラビたちに快く挨拶し、聖典を引用したと伝えられているが、 この話は、ユダヤ人の偏った歴史認識の産物の可能性がある。また、ヤズデギルド一世には、新徒集団の長の娘であるショーシャンドゥフトという名のユダヤ人の妻がいた。ショーシャンドゥフトの父親が誰であったかははっきりとしていないものの、マルカ・ハナ一世、マルイエマル、マルズトラのいずれかであると考えられている。中世ペルシアの地理書である、シャフレスターニーハーイ。 エーラーンシャフルには、ヤズデギルド一世がショーシャンドゥフトの要望でエスファハーンにユダヤ人を移住させたと書かれており、さらに、ショーシャンドゥフトは、ヤズデギルド一世の息子である、バハラーム5世の母親であったと記されている。イラン学者のエルンスト・ヘルズフェルトは、ハマダーンに存在するエステルとモルデカイの墓は、エステルとモルデカイではなくショーシャンドゥフトの墓であると述べている。 ローマ人の資料において、ヤズデギルド一世は聡明で慈悲深く、友好的な統治者であったと記されている。また、プロコピオスやキリスト教徒の記録では、知性の初期から高潔な性格を示し、善良で寛大な王であり、貧しい者や不幸な者の支援者であると言われていた。しかしながら、ペルシアやアラブの資料では、罪人や、のけ者と呼ばれ、 貴族やゾロアスター教の聖職者を威嚇し、抑圧することで権力を悪用した君主であると説明されている。このように、ヤズデギルド一世が敵視された原因は、ローマ人に対して平和的な態度をとり、国内の非ゾロアスター教徒に対して宗教的な寛容さを示したことにあった。ゾロアスター教の聖職者たちのヤズデギルド一世に対する敵は、 宗教的少数派を有効的に管理する方針に反対した一部のゾロアスター教の神官を処刑したことに起因している。また、ヤズデギルド一世は先任者たちの運命をよく知っていたために貴族に信頼を置くことができず、貴族が王権に犠牲を敷いて過剰な影響力を振るうことを阻止した。その結果として、ヤズデギルド一世は貴族や聖職者との関係を悪化させた。 しかしながら、ヤズデギルド一世は近い時期の先任者たちと比べれば、有能であったため、その知性は、サーサーアン・アサの歴史において、再生の時代であったとみなされている。ヤズデギルド一世のドラクマ銀貨ヤズデギルド一世は、効果の中で、アルダシール二世の効果に用いられている、円外状の冠に二つのメルロンと三日月を上部に、廃した王冠をかぶった姿で描かれている。 また、ヤズデギルド一世の知性の特徴として、もともと西方へ偏っていた、サーサン朝の政治的視点が東方へ移っていった点が挙げられる。この政治的視点の転換は、ペルシア東部における敵対的な部族の出現によって、引き起こされたと見られ、ペルシアの奮俗に対する戦争が、カヤーン・アサの支配者とトゥーラーンの敵対者の間で、起こった神話上の対立を、 ペルシア人に再び早期させた可能性がある。ヤズデギルド一世の効果には、伝統的なエーラーンとヒエーラーンの昭の王の称号に加えて、ラムシェヤという称号が刻まれている。この称号は、中世ペルシアの女子主であるアヤードガルイザ・レーラーンに登場するカヤーン朝の君主のビシュタースパに対して用いられており、ゾロアスター教の習俗を記している十世紀に表された。 デンカールドにも登場する。カヤーン朝のイデオロギーや歴史に対するサーサーン朝の関心は帝国の末期まで続いた。ヤズデギルド一世の統治下でヤズドの町に造幣所が設置され、この都市の重要性が増していたことを示している。また、グッダにも造幣所が設置され、ガフルムにも設置されていた可能性がある。ヤズデギルド一世はクーミス、ハマダーン、 スーサ、シューシュタル、エスファハンなどの都市の再開発を命じたことで知られている。また、ヤズデギルド一世の軍司令官たちがアクダート名簿ドの町を建設したと言われている。ヤズデギルド一世が白馬に蹴られて死ぬ様子を描いた14世紀のシャーナーメの差し絵ヤズデギルド一世は420年に死去した。5世紀のアルメニアの歴史家であるモブセスホレナチによれば死因は 病気によるものであった。一方、ペルシアの詩人、フェルドースイーが、シャアナアーメに記した、よく知られている、古い伝承によれば、ヤズデキルド一世は、東方のアバルシャフル地方のトゥースの町に隣接する、チスミー・アイス、または、チスミー・アイソブスから突然現れた白馬に受けられて死亡し、その後、白馬は忽然と姿を消してしまった。そして人々は、白馬は、 王の亜生を終わらせるために神に使わされた天使であると語った。ドイツの東洋学者のテオドール・ネルデケは、フェルドース・イーは自分の故郷であるトゥースのもろもろの伝承の中にこの言い伝えを無造作に組み込んだと推測している。また、この殺害はグルガーンで起きていた可能性もあり、グルガーンで殺害されたとする伝承は、フェルドース・イーの作品よりも古くから存在する。 ヤズデギルド一世の死がトゥースとグルガーンのどちらであったにせよ、この伝承はおそらく遠隔地の北東部でヤズデギルド一世を殺害したパルテア貴族によって作り出されたと考えられている。ヤズデギルド一世を剣をしていた貴族や聖職者たちは続けてヤズデギルド一世の息子たちから王となる権利を奪おうとした。シャープールはクテシホに駆けつけ、シャープール四世として 王位を継承したものの、帝臣たちの裏切りによって殺害された。そして貴族たちはバハラーム4世の息子であるホスローを大いに据えた。しかし、ラフム長のアルヒーラの宮廷で育ったバハラームが、アラブ人の軍隊を率いて、クテシフォンに到着し、貴族たちに王位を認めるように圧力をかけ、バハラーム5世として即位した。もう一人の息子のナルセは、 ホラーさんの総督に任命された。ありがとうございます。